どうも、あきチャンネルのあきです。今回は30センチキューブイモリウムへ生態を導入していこうと思います。今回お迎えしたイモリは沖縄シルケンイモリとなります。この子たちはですね、沖縄からの発送ということで、沖縄と千葉の温度差結構あるので、まあ輸送の際の生態に対する負担、これがすごく気になったんですが、すごくね元気な状態で届いてくれたので安心しました。そしてこの子たちはオスとメスのペアとなります。でお腹の横にですねオレンジのラインが入っていて、すごくね綺麗な個体になります。どうですかこの顔、なかなか男前ですよね。この顔はね癒されるんですよね。そしてですね、1日目はプラケースに水苔を引いてゆっくりとね疲れを取ってもらいました。そして次の日にこちら本水槽イモリウムへ導入いたしました。導入当初はですね、やっぱり環境に慣れないせいかバタバタ動き回っていたんですが、徐々に落ち着きは取り戻してくれました。でこの時期ヒーターつけた方がいいのかなって考えたんですが、まあこの、まあ、そこそこね暖かくなってきてるんで、まあ、ヒーターはいいかなっていう判断になりました。でもちろんうちに赤原イモリもいるんですが、赤原イモリは寒さに強いイモリなので、まあ、1年中ねこうヒーターなしで、冬眠をしてくれるので、ヒーターなしで飼育することは可能です。ただ沖縄シルケンイモリの場合は、まあ、沖縄ってつくぐらいなんで沖縄生まれなので、やっぱりね冬場はヒーター温度管理をしていた、してあげた方がいいと思います。そういうことを、ね、踏まえてこう、まあ、購入する際の、ね、参考にしていただければと思います。それではこの後はですね、導入後の生態の様子、植物の様子、こちらをご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
本日はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。